コーロズ、シュミット・ニュートン式望遠鏡、またはシュミット・ニュートニアン望遠鏡は、シュミット式望遠鏡とニュートン式望遠鏡の両方の要素を兼ね備えた反射区折望遠鏡である。この望遠鏡の設計は、球面鏡の主鏡とシュミット補正板を組み合わせて、球面周差を補正する。その結果、放物面鏡を備えた望遠鏡よりも駒周差が少ない。 標準的なニュートン式望遠鏡のように45度の角度で設置された平面の副鏡で像を見る。ミード製、シュミットニュートン式望遠鏡を同じ焦点距離、後継比のニュートン式望遠鏡よりもコマ周差が少なく通常はおよそ半分になる。補正版は同様に鏡頭内を密封すると同時に副鏡指示課の役割も担うので指示下による解説効果を除去できる。 主鏡が球面なので、単焦点でも製造が容易である。この設計を採用する望遠鏡は、およそ F4 の単焦点比で、天体写真や CCD イメージセンサーでの撮像に適する。副鏡が平面鏡で、大半のシュミット稼ぐ練式の設計で採用される、重鏡を前後に移動する合焦機構を備えないので、一般的に生産されるシュミット稼ぐ練式。 望遠鏡よりも廉価である。現在はミードのみが6、8、10インの LXD-75 自動導入を備えた赤道儀式課題のシュミットニュートン式望遠鏡を生産、販売する。ありがとうございます。